プッタパルティプッタパルティの入り口プッタパルティは南インドアンドラプラデーシュ州、アナンタプラム県に所在する町の名称インドの著名な霊的指導者サティア・サイ・ババの居住地として知られる町の見どころはプラシャンティニ・ラヤムという通称で親しまれるサティア・サイ・ババの主要アシュラムその設立に伴いショップレストラン 宿泊施設等が近隣に展開して経済効果が生まれ、プッタパルティは、小村から大規模な町へと発展した。プッタパルティへは、アナンタプラム、ハイデラバード、バンガロールからアップスティック社のほか、バンガロールからも KSRTC 社の定期バス便が運行されている。ベンガルール国際空港から所要約3時間、バンガロール市外から国道7号線沿いに、 アーンドラプラデーシュ州とカルナータカ州の宗教、コデルムラまで向かい、プッタパルティ道を右折後、数時間の地に、プッタパルティに到着する。アシュラムから約8キロメートル離れた位置に、2000年11月23日に開通された、ツリーサティアサイプロサンテニールイム駅が所在する。運行数は限定されているが、バンガロール、ハイデラバード、ビシャーカパトナム、ブバネーシュバル、ムンバイ、 ニューデリー等の主要都市からの直通便があり、最も隣接する主要駅は、プッタパルティから約 45km 離れたダルマバラム駅となり、ほぼすべてのインドの主要都市へ鉄道にてアクセスが可能。ダルマバラム駅には、プッタパルティからアプスティックシャバス便が運行されている。アシュラムから 4km、HAL バンガロール空港から 70km ほど離れた位置に、 サティアサイセントラルトラストが450エーカーの敷地に2230メートルの滑走路他の設備を持つスリサティアサイ空港を所有。インド航空国内便により、ムンバイやチェーン内からハイデラバード、ビシャーカッパトナムに向かう途中交渉地点として、プッタパルティ便が定期運航されていたが、2008年以降就航を休止している。プッタパルティに設立された施設として、病院、 アンジャネイヤスワミージーン、イスラム教ジーン、サティアバーマージーン、シュリサティアサイヒルビュースタジアム、シュリサティアサイプラネタリウム、シュリサティアサイ高等医療機関、ジャイタニアジョーティ博物館、シュリサティアサイ大学、シュリサティアサイミルプリ音楽大学等の施設がある。また、2006年11月には、当時のインド大統領、APJ アブドゥルカラムにより、 屋内競技場の落成式が行われた。ありがとうございます。